シビルウォーは日本の競争は、主にダート中長距離路線にて活躍し、ダートグレード競争5勝を記録している。場名の由来はアメリカ南北戦争。初勝利はデビュー3戦目の夏の福島にて記録。2歳から3歳児にかけては特別競争に出走することはなく平場レースのみを、 使われ条件場として過ごす。小馬となった2009年も平場戦の勝倉を積み上げ、同年12月の北総ステークスにて、自身初の特別戦勝ちを記録、同時にオープン入りを果たした。オープン馬となったシビルォーであったが、オープン特別の関越ステークスに勝ったものの中央のババでは、入着止まりで6歳となった2011年半ば頃より、 地方のダートグレード競争中心のローテーションを組まれるようになる。地方転戦後はブリーダーズゴールドカップに連覇のほか2012年のマーキュリーカップではコースレコード勝ちするなどダートグレード競争を5度制覇したほか GI q の JBC クラシックで2011年は3着、2012年には2着となるなど地方のババでは1000級相手でも構想を見せた。 2015年3月18日付で競争場登録を抹消。ブリーダーズスタリオンステーションで種ボバになった。2015年よりブリーダーズスタリオンステーションで種ボバ入りし、2016年には初年度3区が誕生した。2018年に3区がデビューした。2020年をもって種ボバを引退。白井牧場へ移動し、 2021年から引退名馬つなぎ洋展寺事業の対象場となっている。2021年3月4日、姫路競馬場で行われた兵庫ユースカップで、サラコナンが優勝し、3区の重賞初勝利を果たした。ありがとうございます。